若き日の田中光昭京都にて撮影、田中光昭邸小田原市内五国寺内、田中光昭母、田中光昭から1939年3月28日は、日本の政治家。A 点は、11位、久美ッ伯白尺。署名は、浜田達也。通称を、秋助。号は青山。 天保14年うるう9月25日、土佐藩の過労をい家老深井家家臣である浜田金次と金沢正俊の娘である県の長男として土佐国高岡郡佐川村に生まれた土佐藩士竹市藩平太の尊能上位運動に傾倒してその道場に通い土佐勤納党に参加したおじのなす信吾は吉田東洋暗殺の実行犯だが 三つ脇も関与した疑いもある。しかし、文久三年、同等が8月18日の政変を契機として、弾圧されるや、禁止処分となり、翌元次元年には同志を集めて脱藩。後高杉新作の弟子となって、長州藩を頼る。第一次長州征罰後に、大阪城占領を起としたが、 新選組に摘発された全罪や事件を起こして、山と戸塚川へ逃れる。薩長同盟の成立に貢献して、薩摩藩の黒田清高が長州を訪ねた際に、同行した。第二次長州征伐時では、長州藩の軍艦日の江虎丸に乗船して、幕府軍と戦った。後に帰藩し、中岡慎太郎の陸援隊に幹部として参加。慶応三年。 中岡が、坂本龍馬と共に暗殺されると、その現場に駆けつけて、重傷の中岡から敬意を聞く。中岡の死後は副隊長として、胴体を引き入り、飛ば、伏見の戦い時では、高野さんを占領して、奇襲藩を威嚇、母親戦争で活躍した。維新後は新政府に出資。岩倉施設団では、理事官として参加し、欧州を巡察。 西南戦争では、政党軍会計部長となり、1879年に、陸軍省会計局長、後陸軍省省。また、元老院議官や初代内閣書記官長警視総監、学習院委員長などの要職を歴任した。1887年、死者区を授けられて家族に列する。1898年、区内大臣。 約11年間にわたり、同じ土佐出身の佐々木隆之、肘方久本などと共に、天皇神聖派の宮廷政治家として、大きな勢力を持った。1907年9月23日、白尺に昇尺。1909年、収賄疑惑の非難を浴びて、辞職、政界を引退した。政界引退後は、高杉新作の監視集、投稿以降の出版。 霊落していた、竹市半平太の遺族の庇護など、日本各地で、維新列車の検証に尽力している。また、死士たちの遺木、遺品などを熱心に収集し、それらは、彼が建設に携わった茨城県大洗町の、上与秋春記念館、旧玉成績記念館、高知県、佐川の青山文庫にそれぞれ寄贈された。その他、 1901年に日本執行会の二代目会頭に就任、久能山東将軍の修理をはじめ漆器の改良などの文化事業を積極的に行っている。晩年は静岡県富士市富士川、古形層、道県静岡市清水区神原に、宝珠層、神奈川県小田原市に南欧風の別荘等を建てて陰性した。口述筆記による解雇談。 維新風雲会古録を出版。他に、一新やは、有国遺言が残されている。昭和天皇に男子が、なかなか出生しないことから、即筆を設けるべきだと主張。その選定を勝手に進めるなどして、天皇側近と対立した。また、昭和維新運動に理解を示し、昭和11年の2.26事件の際には、事件を起こした。 青年将校らの除名願いに、浅野長君と動いたが、叶わなかった。1939年3月28日、静岡県神原町の別荘にて95歳でボす。ス。大い。 りょうま https コロンスラッシュスラッシュ www.museum.go.kr スラッシュサイトスラッシュジャパンスラッシュレリックスラッシュリプレゼントスラッシュビューレリシッドイコール4334ありがとうございます